始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タルバック王子のアンドゥです。今回もこれって脈あり脈なし、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。マフラーを貸してくれた、だってイケメンのマフラー、当たり前です。脈しかない、こんなの。だって皆さん、マフラーを貸しますか？貸さないですよね。ごめん、付き合うのはなしだわ。秒で勘違い&玉砕、許せません。罰ゲーム終わったし、もういいや。こいつクズだな。起きました。休日デートしてくれた、だってナンバーワンホスト。でもナンバーワンホストか、ちょっと怪しいよ。なんかあれでしょ、自分の利益を上げるための営業活動みたいな、そんな可能性あるけど、俺は人の心を信じたい。疑うより信じていたいっていう歌があるように、俺は信じます。デートはさすがに脈ありでしょ。俺の彼女は最高、おかげで1位キープしたわ。これも愛エンド、請求書めちゃくちゃ取られてる。100万やってらんねえわ、こんなの。起きました。会社の後輩って書いてある。私、ランチに誘ってくれた、すいません。これはこれなんです、ごますってるんですよ。あなたにすり寄ることで昇給を狙える、そういうことでしょ。BBA だってさ、かわいそうじゃん。最後まで優しくして。これじゃ逆はキッズ、ただの同僚との付き合いに本気になってはいけない。気まずい気まずい。起きた。バレンタインチョコをくれた、だってジム OL。 うわ、難しい、ここの判断が。果たしてこれが本命なのか義理なのかによって世界はだいぶ変わると思ってる。いや待って、考えろ。さすがにあります、本命のチョコだと思った。可能性はゼロではない。18列車さパターンだ。脈あり告白のその後、ギリチョコを渡しただけで告白されるし、怖いです。まるまるハラスメントになり、左遷エンド。今告白をしただけであれなの、ハラスメント扱いされるの？告白ってやつ、これが噂の。待って、怖っ。いや、いらないです、お返しだけなのに。いやよ、それもうもらって、別に毒とか入れるわけないじゃん。もらったものは返す、これがやっぱ正しい人間関係だと俺は思ってます。ライブ中に目が合った。いやー、しょぼいな。弱い弱いよ、脈ありだと感じる瞬間が。目が合ったら脈あり。いや、ピュアだよね。ピュアな心ってもういつからか忘れてしまうものなんですよ。だから彼は非常に素晴らしいことをしてるわけです。よって脈ありだと俺は信じてる。いや、わざと目は合わせた可能性がある。あの人かっこいいな、好きだなみたいな、アイドルの可能性だってね、 0% ではない限り挑み続ける、それが男のかっこいい姿でしょ。脈あり告白のその後、目で僕のこと好きって言ってたよね。ファンの男性、アイドルのステージへ乱入。こいつあれだったわ、やばいタイプの男性だったわ。お、はじめまして。あー、傷つけられたわ。ちょっとシンプルに傷つけられたわ。起きた。お釣りを渡すとき。いや、だからさ、なんなの、さっきから弱いよね。理由が弱すぎるんだよ。手が当たるとか目が合うとか、いや、なんか抱きつかれたとかだったらワンチャン脈ありでもいいと思う。でも手が触れるは正直雑魚なのよ。よって脈なしです。さあどう。いや、もうこれは先に脈なしってやってあげる方が平和になる。耐えられません、私には。もう汚い。衛生管理は徹底的に。じゃこれ逆はワンチャンあるよね。お、飲みの席で触ってくるだって。うわ、ちょっとこれはこれをラストにするか。いや、これはワンチャンあるよ。激しめなボディータッチで、待って、タイトル天然女子って書いてある。終わったかもしれん、天然女子は終わったかもしれん。いや、でも待って、いや、今まで俺の予想ことごとく外れてきた。でもいくら天然女子といえど、男性の体を触ることはないでしょ。ってことは男性の体を触るイコール狙ってるわけですよ。来た、間違いない。キャー、変態、僕は触っちゃダメなルール。天然だったわ。じゃあこれ逆だったらどうなってたの。
ただのビッチや。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。